朝虫くれた。本当ですね。本当。でもうんちおしっこはちゃんと出てるんですよね。はい、で自分でちゃんと。6.35。ごめんね、もう一回からですね。待って、2回かなんか。大丈夫ね。はい。6.40。これにどっちかな、どっちかな。いやって一回拒否して、それから食べるの。今までそういうことなかった。あ、本当。6.40に変えました、ね。ブロッコリー。一応嫌って。ブロッコリー嫌。で、手作りフードなんですね、この子って。そう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 。味出るかな。一対一の割合で。ご飯も嫌って。出るかな。うんちね、刺激すると。はい。そう、また、いいよ、いっぱい出して。あのさ、刺激で水炎があったじゃないですか。はい、水炎が出始めると、いや治んないかさ、一回ね。で、まあ今安定期なんですよ。でそれがまた増悪期になってくると、だんだん嫌って食べなくなったりね。あ、してくる可能性があるんだよね。一応食べるんですね。だからまだ今のところはいいんだけど。はい、今までそういうことなく、必死に食べてたの。本当。そうするとじゃあさ、ちょっと、そういう時にひどくなる前に、2日に1回飲んでるお薬、ステロイドなんですけど、ちょっとだけ量を上げさせてもらっていいかな。また昼食あたり避けますんで、今最低量まで下がってるんですよ、これ。はい、だから多分ちょっと上げると、と思うから。だから前回来た時はそういうのはなかったんですよね。そういうのなかったですね。だから この2週間ぐらいでなんかそんな感じになってきてるんですね。出、はい、そうかな。抑えてる。ごめんね。抑えてる。山頂状態でごめんね。外したら出るかな。ごめんね。力が入ってるんですね。力が入ってますね。37.9 です。37.9出るかな。いいよ、もうしていいよ。手間なの取れたから。はい、ちょっと顔見して。そう、あ、終わっちゃったな。まあするかもしれんよ、ね。はい、どうぞプリプリしてね。いっぱい。ごめんね、今回ですね。ちょっと軽く持って。ごめんね、もうちゃん。ごめんね。まあ一緒だよね。はい、オッケー。はい、リコンさん。はい、転換します。持っちゃった。はい、軽く持って。はい、いつも。はい、リコンさん、リコンさん。はい、展示。はい、離さないで。はい。お利口さん。こっちは匂わない。こっちだって匂わない。あ、じゃあ匂い消えた。よしよし。嫌だね。嫌だね。あ、耳の匂い消えましたね、右側。消えました。消えました。だから、入れてもらったんですよ。はい。はい、毎日。毎日ね。2回か。もう2週間毎日で撮ってもらってもいいですか。1日1回。すごい嫌な顔するんですけど、はいはい、気持ち悪いですね。嫌だと思う。気持ち悪くて。はい、当選勝者お願いします。はい、100の6分話してもいいよ。はい、はい、ごめんね。嫌だよね。でも普通に見に行くと嫌なんだよ。すごいよ。すごいな、まーちゃん。はい、じゃあスタート。はい、腰に当てながら、はい、これを持ってきてこちらに来た方がいいかな。耳と口、はい、あと腰、ここの腫瘍、はい、あとはまあ全身ね、胸もお腹も足もね、前足後ろ足、どうしても筋肉もしてくるから。ごめんね。で、終わったら腰に、はい、うん、あ、ごめんごめんね、嫌だった。ごめんごめん、ごめんね、嫌だね、これね、ちょっとね、ビーって書いてある、ビーの一番で書いてあるスプレード、
ミゾロンという酢が入ってるんですよね。これはあの藤井酢風味です。藤井酢、藤井一番よく使うこの藤井酢ホルモンが一番よく使うステロイドホルモンです。ステロイドホルモンの中のまあステロイドホルモンの中にいろいろあるわけです。無人酢、副人酢ホルモン、これが一番よく使う。プレビングのが一番よく使うもので、現状ではですね、もう2週間に1回単位じわ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 下げてて、もう下がらんぐらいですね。ここに書いてある。2日に1回で 0.045mm。 もう入ってるか入ってないかわからんぐらい、ほとんどブドウ糖なの。これをまあ2日に1回飲んでもらってるわけですね。でこのステロイドってさ、いろんな病気に効く、膵炎にも効いてくれるんで、要は痛みを和らげてくれるから、だからこの量をですね、5mm で増やします。ということは100倍ですよ。1回ゴミに、まあでまあ、飲み方はもう2日に1回のほうが副作用は全然ないんで、で1回ゴミで増やして2週間飲んでもらってどういうふうになるかを知れば、多分食欲不利な気がするんだけど、そしたらまた下げていきます。でもしこういうふうに増えんかったらちょっとまた考えさせてください。ちょっと待ってね、あと4分あるよ。また続けますね。そのもしのそれを飲み出すと2日に1回でも喉が渇くから飲む量が増える。前も増えてたんじゃないね、また増えると思います。ただパーキの1ミリはまだやつを使ってない。今 6.495mm だから、使うとし本当にひどかったらパーキの1ミリ使っちゃいますんで 6.4mm 使うんですけどね、まあそのちょっと手前ぐらいでやらさせてもらおうかなと思います。さあ、あと注射を打つよ。いつも注射もさ、ここでステロイドちょいっと打ってるんだけど、この間は1ミリしか打たなかったけど、今日は 6.4mm 打ちます。たくさん打ちます。 0.64cc、 いつもは 0.1cc。 もう一個 の、 あのカルトロフェンは、まあ、あの関節関節にいいってやつはいつもと同じを打ちます。耳鳴らして、危ない危ない。まるちゃんここギリギリだからちょっとかかってます。あれ、これ注文した頼んで、私注文、あの、2つ頼んでいいですか。これこそアスコだと思うんだけど、もういらない、ここに置いとくよ。え、ほんなに、こっち来なくていい、危ないから、危ない危ない危ない、下が落ちちゃうからね。皮膚じゃなかった。なんか気になってんじゃないの。よいしょ。これも舐めんよね、あなたは。どうぞ。これはどう？どうぞ。あ、なんか一瞬舐めた。ちょっと待って、ね。
なんかご夫婦あげたいんだけどさ、これはどう？これ、これどう？これ好きじゃない。あくびするだけ。保湿ブラシにしよう。まだあっちの方が良かった。よくこの立ってください。はい、ペレットじゃないけど、メタボブスケットはやっていい。食べるかな。お、入った。お、あ、手。ごめん、落ちてっちゃった。落ちてっちゃった、ごめん。前この手のものやったらすごい綺麗だったのね、本当に。なんか下ベラで今食べようとしたのか、ごめんね、下落ちちゃったから。ごめんね。食べた時もあるんだよ、これ。あ、食べてましたよね。バババババ。ちょうどちっちゃいのやるダメなんだよね。はい。お、お、やっぱ食べようとしてる。お、ちっちゃいと食べれるんだよ。あ、でかいと。下ベラで送るのにちょっと、あ、待ってます。はい、どうぞ。どうぞ。よかった。食べてね。食べてね。はい、ここまであるよ。あ、じゃあ。はい、どうぞ。食べてね。あ、食べた。あれ。食べないから出ちゃうね。ふじゅーん、ふじゅーん、下ベラで滑っちゃうね。ふじゅーん、あるわ、あるよ。もう反応しない。長生きだね。あ、ふじゅーんの色変わるよ。大丈夫大丈夫。はい、じゃあもう行きます。